ミックチャンネル。オカジャズっていうのはもともと動画のジャンルだったんです。オカジャズっていうバンドとかそういうものじゃなくて、ジャズを基本とした動画を載せてる人たちをボカジャズって呼んでいたんですけど、それを喜平さんというボカロ P さんがそういうジャズを基本としたボーカロイド楽曲だけを集めたコンピレーションアルバムを作ろうって言って、それで参加してたボーカロ P さんとかがリアルで面識を持つようになってライブをするようになりました。そのライブ自体はもう何回もやって同じ楽曲もやったりするんですけど、毎回違うことが起きるので、そういうのはやっぱりライブじゃないと感じてもらえないかなと思います。ボカジャズバンドでは大体半分は自分たちの作ってきたジャズ風の曲をやったりするので、そちらはまあ簡単にいくんですけれども、まあ有名な曲をやろうとした時は大体スタジオに集まってみんなでどこをどうしようとか、みんなで意見を出し合ってアレンジしていってるという感じですね。ボカロのお客さんが非常に若いので、なかなかジャズのライブでは体験できないような若いノリに楽しませていただいております。セッションってことはその即興音楽なので、その会場が盛り上がったとか誰かが何かを言ったとかそういうのに反応して、演奏もその形態が変わっていくわけです。例えばドラムソロとかベースをやってる時に「イエーイ!」とか声を上げてくれたら「あ、もっと頑張ろうかな」とか「もっともっと」みたいな。で失敗しちゃうかもしれないけど、それはそれでもう今日という一日だけの演奏なわけだから、やっぱりそういうところにもやっぱ価値を感じてほしいし、僕らもそれを楽しみたいですね。ジャンル的には楽器の演奏というのがどうしても多くなるジャンルなので、まあ、個々のソロというパートを誰が何するかわからないので、それに対応して演奏をしたり、それ以外で何かその後ろで何かガヤガヤやってることで勝手に遊んでる人たちとかを見ると面白いかと思います。私は曲を書くときにこういう曲を演奏してみたいなっていうのを書くんですね。でまずそれを実際にこうバンドで演奏できて、ライブやってみて思ったのはお客さんの反応とか、ライブを人前で演奏する時の楽しさっていうのがこう分かってきて、今はもうなんていうんですか、もう病みつきですね。東京とかでライブをやろうとすると、ありがたいことにこう一瞬で席が埋まったりすることがあって、やる場所があればどんどん拡大していって、もっと多く人が集められるようになれればまあ嬉しいなという、そういった感じです。形のない気持ち忘れないように決まりきったレイアウトを消した一口ずさなフレーズをつかまえて胸に秘めた言葉のせい、空「君に伝えたいことが君に届けたい音がいくつもの電話線になって遠くから中へと響く」「君に伝えたいことが君に届けたい音が」